よどんよどんよどん。モバイルエンコーダーです。今これアプリは通信あのツール、ポッチさんどうも、今宮さん流してありますよ。あ、二重の音ない、ゴボゴボしない、安定、音安定してる。確かにそれはあるかもしれない。まだニコニコ生放送アプリは出たばかりだから。シコリティタイム何それ、星は見えないから安定して、確かに、あ、星見えるよ、ほら星見える、ほら同じ場所の星ある。こっちは、あ、こっちも星見える、同じだ、安定。ほら、ハントさんどうも、104番さん、ルルさん、102番さん、101番さん、こんばんは。ほら、星見えます？この、あれはお月様の上に星がある。星、星。猫丸さんどうも、109番さん、メリクリ。もう少し明るいライト。一応ライトはね、これ、もうこのライトにもう決めてるんですよ。明るすぎず、暗すぎず。明るすぎるとさ、あの明るすぎるし、暗すぎると暗すぎるし、当たり前なんだが。そう、ジョンさん。ちくねさん見える、ハーデスさん、枝豆さん、ライトはジェントスもあるんですけど、もう今はあれですね、あれにもう今もうこのライトはね5個目で、あん、いろいろライトね試してみて、ライトはねもう10個ぐらいいろいろ買い替えていろいろしてみたんだけど、スルーライト何それ、これはねレッドレンザーですね、声のこもりない、何言ってるかさっぱり、アマですね、私はアマ。あ、コーキーで、モルヌクマさんどうもこんばんは。ありがとうございます。ケンゴミコさんどうもありがとうございます。どうも久しぶりです。レッドレンザーの、なんちゃら、なんちゃらかんちゃら。キャンプヘッドライトですね。もともとヘッドライトなんですけど、不便なので、外して、手持ちで。話まとめて、あ、申し訳ありませんでした。私もわからない。水門は、また水門行きます？そしたら、とりあえず今、大関の逆の逆側に今来ましたけど、コメント見えてますよ、デスミルクさん、ムミヤさん、155番さん、153番さん、おはようございます、デンチさん、ファンタさん、ジェントス安定してますよね、ジェントス安定してるんですけど、あのね真ん中にね点ができるんですよ、覚えてますか皆さん、ジェントス3本ぐらいねあるんですけど、全部ね真ん中に黒い点とね、なんか輪っかみたいなのができるんですよ、黒い輪、会心、この多分このスマートフォンとその相性なんだろうと思うけど、そうです、レッドレンズは高級品ですか、カヒパラさん答えありがとうございます、そうそう埼玉、そうなんだ、ケンゴミコさん指ですけど、覚えてますかね、この真ん中に黒い印出るのリスナーさん、ジェントスはなぜかね、ジェントスはねそういう風な仕様なんでしょうね、きっと、まあそれがいいのか悪いのか分かりませんけど、波長が合わないのかもしれませんね、群馬との国境ですよ。なんで私はもうこのライトにしました。配信してなければね、全然ほら、監視配信関係なければさ、いいのかもしれないけど。よし、行こう行こう行こう。じゃあ、駄菓子の枠でもやりますか。そう、やっぱ配信してるとさ、どうしても暗いと何も見えないしさ、明るすぎると、もう本当にもう明るすぎて、雰囲気もなくなるから、明るすぎず暗すぎず、8000ルーメンもね、配信してなければ8000ルーメンも確かにいいかもしれないな。駄菓子だよ、いつになったら、なりませんよ、なりません、もうバイクのままですよ、もう全然そのままですよ、変わらないよ、安定と安心と信頼のバイクだよ。あ、朝がさ、朝がそのあたりを得てる、朝が赤さ、結構さ出たい、少ししたい、自販機の前に行こうか、ビッグカツ2年ぶりの前に、おお、187番さんありがとうございます、2年ぶりに、嬉しいな、嬉しいな、今のでもう、あ、今日の配信をしていて甲斐がありますね、あ、2年ぶり嬉しいな、この前のプラグラはいたずらではありませんね。やっぱりね、配信してると外れちゃうんですよね。もうガタが来てるみたい。原付き。帰りにジョーフィルホンダ。ジョーフィルホンダは寄る予定ないけど、もし何かあれば寄るかな。ご飯でも食べて帰ろうかな、ジョーフィルホンダで。2年前は否定していましたね。隠してましたけど、バレてたらしいですよ。リスナーさん曰く。その頃からバレバレ。
私は隠してたつもりなんだけど、車がライト向けられないね。車スペック性配信病につきますね。嬉しいですよね。バイクエンジン、あ、バイクエンジンかかりませんでした。だからエンジンかからなかったから、あのプラグコードが抜けてたんですよ。それをねパカッてはめたらね治りました。ギリベミオリババリバレバレですね。シグナス買う2年前グレーでしたね。グレー、あのね、そうグレーで通してたんだけど、でもねバレてたみたいね。これどういう風に、私さ下から行けたよな。またここミンチロードなんだよな。ミンチロード歩きたくないな。近道ないんだよな。コードだけであんなにかからない、かかりませんでした。外れてましたコード。あ、赤さの何これ、杖の材料がそのまま。あ、そうなんだ。知りませんでした。隠れてない。現車新車に借り替えたんだけどもうダメですね。本当に音安定してますか。鎌隠し、トリシティ、わからない。トリシティ、ちょっと左側に移動するか。わからないよ。コードだけではあんなにかからない。あのね、なんだろうな、パカッとはまるんですよ。そのプラグのカバー、カバープラグをつなぐコード、蓋がついてるカバーがあるんですよ。プラグ、プラ刺さってるプラグをに蓋がついてて、その蓋に線がついてて、なんかバイクの方に行ってるんですけど、その蓋が外れてたんですよ。パカって。バイク直りましたよ。そのプラグコード、蓋みたいになってるんですよ。プラグをなんかね蓋する蓋、そこからまた蓋から線が出てて、なんかまた繋がってるんですけど、それがパカって外れてたんですよ。ジョグ、うん、そう、現車買うかスクーター買うか議論にしてたかな、覚えてないな。不快なコメント、不快なコメントないけど、もしあれなら右クリックの NG とか、あとはなんだろう、なんか依頼なんかあるんでしょ。依頼、不快なコメントになんか依頼出せるんでしょ、消せるの。わからない、したことないからわかんないけど、自分で直せましたね。で、普通外れないんですけども、それだけだからガタが来てるんでしょうね。やっぱり普通外れないのが外れてるんだから、うん、結構遠出してるからさ、もう3万キロぐらいじゃないかな、まだ1年で。相当ガタ来てますよね。よし、一旦下降りるか。バカ言ってる。2階今月閉店する。あ、2階建てか、ジョイフルホンダ2階閉店する。2階は何なんだ、ジョイフルホンダ何あるんだ。2階人ない、人いないんだ。ジョイフルホンダのどこどこ、オーラ町、オーラ店の2階。1階バックでフルメンターしてもらおうね。アクセスメットインスマートディオ、メットインアクセスできない。へえ、そうなんだ。スマートディオね、スマートディオはいいのかな。それ買おうかな。プラグキャップ、あ、プラグキャップ、車載配信はしなありませんよ。これミンチロードなんで走ろう、怖いから。後ろから車来たら終わりだ、ここ。怖いよ。 iPhone からですか。やんやん、車来ちゃう。一旦ここで避難して、次配信してませんよ。 iPhone8 からありがとうございます。車でも乗らないでしょう、普通じゃないからさ、私さ普通じゃないからさ。恐れ何しよう。雪の画像をTwitter載せました。あ、カーゴでさ、後で拝見します。お尻のプラグ、新しいのお尻のグラブも外れてるの。いや、カマミンチバーグの出来上がり。フィルムのカメラは、フィルムのカメラ何それ。家配信、雑草、それジミーちゃんでしょ。化粧とか文房具、わからない。昔の話はの覚えてるのと覚えないのがあるけど、今の話しましょうか。もうね、今は今よ、過去は過去。お正月配信しようか。よいしょ。文房具とかのところわからない。お化粧配信とか、ミンチロード、ガチのミンチロードだ。ここ危ない。
あ、タイトルに出てるよね。ここでいいか。危ない、怖い怖い怖い、引かれちゃう。ここで休憩しよう。よいしょ。おやつ、何かジュリンク買いましょう。ジュリンク、ジュリンクここで買おうか。まあジュリンクを買いましょう。ジュリンク同じのがある。ディズだ、ディズ、ディズの自販機なんだが、ホットにしよっか。女子は黙って、温かストレートティーかしら。あ、ここじゃないや、ポイント貯まるとこあるんだ。ポイント貯まるところでポイント買おう。あ、100ポイントだよね。あ、そうだ、ポイント貯めよう。あと1ポイントで100ポイントなんだ。これはね、ポイントの貯まらない自販機だからさ、ポイントの貯まる自販機のところに行こうか。漬物、今日は漬物忘れた。今日漬物ね、忘れちゃいました。今日ね、お漬物ね、忘れたの。あ、やだ、ここギルド、うん、ギルド。あ、100ポイント、そう、100のとこ逆にね、逆に増えましたよね。おしりこにする？ポイントの交換する、する。あとね、1ポイントで100ポイントだから、折りたたみの椅子をね、もらえます。100ポイント貯まりましたね、おかげさまで。ショート配信通してさ、嬉しいね。おしりこにする？すごいね。本当にさ、初めてですね、私、ディドの、あ、ダイドの、あの自販機の景品ですか、ポイントの、ポイント景品でいただくのは初めてですね、交換するのは。どんなもんなんでしょうね、商品レビューしましょう。商品レビューする。あ、ごめんなさい、有効期限大丈夫、来年の3月までなので、あと1ポイントで100ポイント貯まりますから、余裕はね、まだありますよ。椅子、折りたたみ式の椅子と交換しましょう。結構ね、良さそうなね、なんかいいところの椅子らしいんですよね。よし、まだ遠いな、椅子は。違う、自販機。あ、ありがとうございます、風邪ひかないように気をつけます。よいしょ、よく食べた、嬉しいよね。よいしょ、場所でさ、100円のところもあるからさ、あのポイントカード使えるところで100円、そういうとこあるときはね、結構ね、買いました。そういうとこでも買いましたね、バイク止めて。やだ、なんかボールみたいなの浮いてるんだけど、何あれ。オカマイスだよ。ポイント貯めるカードはね、自販機でもらえますよ。なんかカード発行のボタンあるんで、そこピュッて押すと出てくるんだよ、カードが。配信で使えるでしょ？そうそう、配信で使えるものがいいかなと思ってさ。そう、椅子ならね、停電中に座れたりするしさ、いろいろ休憩にも使えるし。ハロー、キックボード配信しないよ。しない、しません、する予定ありませんよ。ポイント、プロレス、それして礼来たら殴れるプロレスか。パン屋のゴミだ。よいしょ、意外と遠いんですよね。またこれ歩いて向かうのか、利根尾関まで。ああ、よし、ポイント入れるか。よいしょ、ふふふふ、あの先だ。あれあれ、画面中央のお尻大事にします。ラジコンならスマホつけて撮影できちゃうよ。前にすぶっ壊れました。あれね、安いやつ、100、200円とかの椅子だから、折りたたみ式の椅子、200円かな、300円とかの安い椅子でさ、安いのはダメだね、壊れちゃうね。椅子は1000円で、そうですね、1000円でもいいのを買えますよ、うん、いいのは1000円出せばかなりそこそこの椅子買えるんじゃないかな。あれだ、自販機、自販機いけない、嫌だ。これまたが、また、またいでいくのかと。チャゲ？やだ、車来ちゃう。あ、いたいたいた、いい、またが裂けた。めっちゃ自販機。トンネルの中で浅漬け。そう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 、浅漬けのさ、椅子椅子、それそれ。よし、見たらわかるやつ、安いやつ、見たらわかる安いやつ、そうそうそう、安いやつ、安いやつなんだよ。よし、買おうか。残り100ポイントだ。1ポイントだ。よし、行こう。え、何これ、音するんだけど。何の音？何？
あ、左に曲がりますか。女性の声聞こえるからさ、左に曲がりますだって。成宮君に構おう。ちょっと待ってね、お財布出すね。お財布出すね。いやいやいや、すみません。そのお財布はどこにあるんですかね、一体。よいしょ。休憩だ、休憩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 なんで、ボヨミちゃん出すか。あ、あの頭痛いのね。お薬飲んだよ。かまぼタイムだよ。130円だっけ。100円なんだ、ここコーヒーね。コーヒー100円だって。100円ですか。おか、これ100円でポイント貯まるんだ、ラッキー。ん、使ったら分かる。安いやつだよ。よいしょ。やったねん。100ポイント来るよ。痛い。よし、これ残り100ポイント。はーい、よし、やった。これで折りたたみ式の椅子がもらえる。ピュッ、やん。あと1、うん、コーシーにしようか。あ、ねえ、これにしよう。懐かしくない、これアメリカンコーシー。そう、ほら100円でいいんだって。これにしようか、量も多いし、美味しそう。それがミルクセーキに、あ、そうだ、今日の駄菓子とあれしたいから、あ、これブラックコーシーにしよう。あの眠気覚ましたいし、ブラックコーシーでいい。ブラックコーシーにしちゃおうかな。これにしようか、ブラックコーシーでいいですか。うん、駄菓子との相性で。米まだ見てないから分からない。あー、ニトリで売ってるかもしれない、もしかしたら。じゃあこれいただきますよ。これ買っちゃいます。ポティッとな。ピュッ。あー、当たりませんでした。あ、100ポイントきたー。イエーイ、きたー、嬉しい。あれ、出てきちゃった。ブラックコーシーにした。あれ、出てきちゃうんだけど。あ、100、あれ、あ、そっか、これ100ポイントまでしか貯められないんだ。だから出てきちゃうんだ。これボタン、ここ押すと、ほら、カードのボタンあるから、これ押すとポティッとなって、ポティッピュッ、パチ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 。ちょっとあのお財布にしまうね、カード。カンストした、カンスト。パチ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 。やったね。いやー、嬉しい。リスナーさんのおかげだよ。もうそれしかないよね。よし、パチ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 。あ、嬉しい嬉しい嬉しい。やった、やった、嬉しい。長かったね。あ、嬉しい。配信を通してさ、謎の企画、100ポイント貯める企画、2年ぐらいかな。いや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 、当たり出たら嬉しいですね。おかげさまで配信を通しての、なんだかよくわからない企画ですけど、なんとかね、100ポイント貯まりました。ありがとうございましたね。すいません、達成感だよね。素晴らしいね、嬉しいね。達成感ありますね。なんか、たかがあれだけど、されどね、記念放送ですよね。あー、ごめんなさい、うるさ。結構私の声響くらしくてさ、500メートルぐらいなんか先にいたリアトさんに聞こえたらしいよ、この私のこのメタケビ。2年ぐらいかかります。1年ぐらいですかね、これ。ごめんなさいね。では、あの、いただきます。ちょっと、あの、格子、ブラック格子、無糖の格子、あの、いただきます。眠気覚ましでいただきます。交換してお風呂目ね。あれしようね。あの開封枠やろうね。開封枠、 YouTuber じゃないけど、いただきます。かまはね、生まれつきのガチかまだよ。はあ、メタケビ来たでしょ。ではいただきます。ん、なんか音するんだけど、車の音。
なんかこっち逆側向こう。よし、じゃあ今日のお菓子は何でしょうね。今日のお菓子のね、駄菓子の開封枠します。さて今日の駄菓子は何でしょう。今日の駄菓子はなんじゃらほい。これこれ、ん、いやらしい音、やだ、いやらしい音とか。あ、やったね。今日のお菓子は何でしょう。チョコバット違いますね。もしよろしければ初見さん、久しぶりの昔の懐かしの駄菓子をね、3時を過ぎていつも食べてるんですけど、恒例のね駄菓子なんですけど、タラタラしてんじゃない、何でしょうね。もしよろしければ懐かしい名前など、駄菓子のお名前。ドーナツ、麦チョコ違うね、桜餅違うね。懐かしい駄菓子だからね。麦チョコも懐かしいですね。どら焼きも懐かしい。アポロチョコも懐かしい。ビッグバナナ、どら焼き。ヒントはね、甘いですよ。あれ、チョコ系は確か、なんでバレた、チョコハンパン、馬棒、博士くんガム、ビッグチョコ、ねるねるねるね。惜しいですね。もう惜しい名前は出てる。ほぼほぼ正解ですね。だけどね、微妙に違うんだよな。またほぼほぼという言葉を使ってしまった。マーブルチョコ、砂糖、あんこ玉、ベイク、エンジェルチョコ。結構ね、近い名前出てる。ほぼほぼ、ほぼ正解なんだが、チョコリング、ティロルチョコ、ダークマン、羊羹違うよ、ビックリマン、500円チョコ。え、違いますね。惜しいのは出てるんだけど、マルボロ違いますね。長いやつ、長いやつ。ライスチョコ、きなこ棒、ビッグバナナ、シコリティ、ビックリマン、違う。長いですね。長いですね。長いです。黒くて長いです。カブリチュー、ライスチョコ、音ください。チョコ棒、チョコフレーク、ビッグチョコ、チョコビッグ、ビッグチョコ。太、黒くて長いですね。チョコバット、ブラックサンダー、シコリティ、シコリティ、野球チョコ、違う、うまい棒、シコリティ、チョコ棒。あれ、これ地元限定かな。キャベツさん太郎、ほぼほぼ正解なんだけどね。ホームランバット、あ、もう正解、もうほぼ大体正解出てるんで、商品名は違いますけど、まあ正解にしましょう。正解にしていいよね。答えはこれです。ニュードデカバーです。覚えてますか、これ。チョコ、ビッグチョコとまた違うんですよ、これ味が。覚えてます、これ。ドデカバーだよ、ドデカバー有名だよ。え、ドデカバーってどこ、お店。加藤さんかな、やっぱり。あ、古田さん、古田さんだよ。古田製菓さん、大手じゃないですか。駄菓子大手の古田製菓さん。嘘、古田さん大阪だね。初めて見た、チャビーさん。これ古田さんの、古田さんはあれかな、ガムで有名なのかな、古田のガム。ふざけるな、最近のやつ、最近のやつだよ。大手、あ、大きすぎる。どこの国、某国、群馬限定。これでもね、大阪だからね、06だから大阪でしょ。関西かな。ドデカバーって書いてある。これなんか当たるんだよね、これ。ドデカいの好きだよ。お寿司、インチキ。フルタはガムで有名だよね。総計1500名様に当たるには、これはコンビニかな、クオカード当たるんだって。欲しいクオカード。2000分のクオカードって2000円か。でも2000円当たればね、いいよね。もし2000円で当たればさ、何か配信で2000円使おうよ。深川弁でシコリティ、大丈夫、行くのく、あ、分からない場所までは。どこだろうね、ちょっと見てみるね。あ、大阪市小行くのく、小野区、行くのく、小野区ですね。行くのか小野か、06か、大阪06、なんとかなんとかの。大阪ってさ、06の次3桁なんだよね。あ、行くのか。おい、あ、もう30、あ、30周年か。へえ。はい、大ちゃんの。はい、ではいただきます。レビューね。いただきます。普通そうか。年末ジャンボ、あ、年末ジャンボ買ってない。年末ジャンボって何すか、宝くじか。ロトか。宝くじか。宝くじいいよね。買いたいな。これ30円かな ?50 円かな。バークロフ2枚一口か。ではいただきます。こんな感じ。同じですね、あれと。ビッグチョコと、スーパービッグチョコと同じ。
田中さんと年末なんぼ。あ、美味しそう。おお。あ、すごい。いただきます。うん。うん。うん。宝くじ買わない。うん。あ、美味しい。鼻から抜けるこの濃厚なこのチョコのこの。うん。うん。うんふん。ん？ウェハース。サクサク。うん、合う。すっごいサクサクしてる。ん？うんふん。さっぱりさっぱり。寒いからさ、硬いわ。側が、側のコーティングされてるチョコがさ、寒いから凍ってるみたい。私下手よ。下手よ。ヌーボーな、あ、なんかヌーボー、あー。ん？違いね、わからない。なんかでもこっちの方がアーモンドのあれ味が強い。あ、裏筋まだ痛い。あの、でも薬飲んだから大丈夫。歯並びはね、矯正して。わかんない。薬？背です。痛くなったらすぐ背です。寒い。背分じゃないよ。このさ、端が美味しいの、端が、この硬いところが。あの、あれもそうだけど、端が美味しいのよ、硬くて。痛くなったらすぐ背ですよ。背です、飲んだの。美味しい。あ、ごちそうさまでした。ゴミはしまって。そう、ぼちさん買いたいの好き。あ、カイロない、カイロ貼ってない。あ、クリスマス。あ、すりすぎ。そしてこのブレンドコーヒーと一緒に。食べるな。これ一時科目だよ。お尻に入れてみろ。やだ、うん、美味しい。ごちそうさまでした。美味しい。うんうん。オカマの、商品レビュー枠でした。どんな枠だよね。どんな枠だよ。美味しい。で、ティッシュで。ティッシュ。うどんは5時頃。うどんは何時頃？ 6 時頃にする？鼻かんで。菊の紋章？あ、美味しい。言ってる、バカ言ってる。オカマの、駄菓子のレビュー。何を全然レビューできてない。ただ美味しいしか言ってないけど。古田さんはチョコエッグだ。あー、そうだそうだ。あ、昔ね、買いましたよ。あの、海洋堂とチョコエッグのやつ。今、ないけど。ん？ん？よし、この組み合わせ、おしっこえちゃう。なんでおしっこえちゃうんだよ。6時、7時頃かな、朝食は。おうどんあるから、おうどん食べようか。あ、年末最初はね、だから仕事が来週のね、火曜日ぐらいまで仕事なんだよね。火曜日とか。ぐらいまで仕事だから。あ、風船ガムの古田さんありました。ガムでも有名ですね。だから28か29日頃から配信したいと思います。年末はで3日頃までかな。だから5日間ぐらい配信して、年末年始は投資で。さあ、29、30、31、123いけるかな。おうどん、チョコエッグ、うん、儀式してないよ。あ、儀式してません。あ、ジミーちゃん、こんばんは、ありがとうございます。あ、バイト中なのにありがとう。仕事中なのに。お疲れ様です。ありがとうございます。嬉しい。投資じゃない。普通に毎日10時間ぐらいのやつ。お疲れ様です。オートレスタね、もう、これからまた行くからね。これからまた向かいますからね。利根大関のあたり。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。
セクシーだよね。はあ、顔がわかるとね、なんだろうな、レスナーさんの一人一人の顔もわかればテンションがまた変わるんだろうな、私のテンションが。ジミー、ジミー、イラハラさん、私のね、入り浸ってるんだけど、昨日はゆうちゃんもね来てくれてね、ゆうちゃんとね、やってる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 、ワンチャンないよ。ワンチャンないよ。来た？一応まで働き、お疲れ様です。え？足怪我してた？足怪我してたかな。足怪我してないよ。10月だったじゃない、怪我したの。あれ8月15日、足怪我してたのは10月じゃないかな。去年の10月だよ、足怪我したの。8月25日誕生日。あれ、怪我してたのはさ、去年の10月じゃないかな。その前の10月に、釘踏んで怪我して、で、去年の10月に、高いとこ、仕事中に高いとこから落ちて怪我して、で、今年の10月に、差し歯が、ぐきってなって、そう、釘踏んだの最初の、3年前のだから10月に釘踏んで、一昨年の10月に高いとこから落ちて怪我して、今年の10月は、浅漬けの朝鮮漬けのきゅうり食べて歯がぐきってなって差し歯取り替えて、10月の呪いなんですよ。釘踏んだ、懐かしいね。釘踏んでね、今日無理やり配信したんだけどさ、結局さ心配されて配信やめてさ。役としてこのぐらいの釘踏んだんですよ、仕事さんの作業中に。このぐらいの釘。あ、このさすがにこれ盛りすぎだな。これ足貫通してるわな、このぐらいの長さの釘だった。自分で今びっくりしたわ、これ。このぐらいだな。このぐらいかな。釘踏んで。このぐらいだったらさ、足貫通してるよね。このぐらいかな。してるよね。バイク壊れたし。で、破傷風の注射を打って、まずその時に破傷風の打って、次3ヶ月後ぐらいかな、あれ3ヶ月後だったっけ、来てくださいって言われて打って、で来年また来てくださいって言って、1年後また打って、破傷風の結構期間空けて打つんだよな。だからもう釘、いつ釘踏んでもね破傷風にはならないから安心ですよ。あ、これゴミ捨てよう。注射は3回だったかな、忘れた。3回打ったな。3週間後、3ヶ月後、1年後だったかな。まあいいや、ライト出しますね。破傷風は辛いよね。ん？傷残ってますよ、傷は残ってないんじゃないかな、もう。ちょっと待って、ライト出すね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと10月はね、今年の10月は大丈夫かなと思ったんだけど、まさかの、浅漬けのキュウリの丸かじりで、覚えてどこで出会ったんだかな。まさかの浅漬けの、そう、まずかじりで、刺し歯ぐきってしちゃって、で、もう根元がダメって言われたから、総特会で。キュウリだよ。キュウリ丸々、いつもさ、浅漬けでキュウリ丸々食べてるじゃないですか。あれで、いつもその刺し歯のとこ避けて食べてたんだけど、たまたま当たっちゃって。一年後よく覚えてた。あ、ジミちゃんね、呪われるよね。安全靴履いてなかった。そう。安全靴は安全靴なんだけど、上のつま先のところの安全靴だからさ、下はないんだよね。だからそれから下やるようにしてるんだよ。ほらソール、安全ソールみたいなやつ、硬いやつ。何時ですか？なかなかコメント、ごめんなさい、コメント読めなくて。そう、コメント多い時はね、コメント全て私もさばききれなくて誠に申し訳ありません。コメントの読み過ごし多いです。それは本当に申し訳ありません。さばききれない、ごめんなさい、本当に申し訳ありません。キュウリで売らない？刺し歯ブリッジつけてない刺し歯だよ。これが最後って言われたよな。だから次からそうなるんじゃない、ブリッジになるんじゃないかな。よし、行こう。謝ってごめん、申し訳ありませんでした。腰に入れる？破傷風はどうなの？破傷風は死んじゃうんだよ。破傷風になると死んじゃう。確か。硬いのがお好き？ごめんなさい、当時確かにコメント読めてないね。
申し訳あります。コメント読めてませんでした。デスマッチ申し訳ないです。よし行こう。あれいやん、ティッシュか、ティッシュ落とした。あれスマートフォンさ、私さ、あ、もう落ちた。ジーベーシック何それ。あ、充電しながら歩こう。少々お待ちくださいね。よし、オッケー。メリークリスマス。おお、なんだ今の音は。キュウリはうまいから仕方ないね。キュウリにも謝れ、キュウリもう一度。キュウリさん、申し訳ありませんでした。それは確かに謝らないといけないな。そう言われたら。よし、行こう。うん、明日も早いので寝れます。あ、稲川さんおやすみなさい。ありがとう。うわぁ、うわぁ、怖い、なんでもない。これこれこれ。わぁ、これいきなりこれがあった。もう怖い。申し訳ありませんでした。寝る方おやすみなさい。うん、枝枝。枝です。申し訳ありません。ねえ、ミンチロードなんだけど、うるさいおかまですよ。私は騒ぎすぎだよね。あ、茨城行きたいな、茨城行きたいな。可愛くないよ。茨城の男って盛りすぎ。いやでもこれガチなんだよ。それがね、盛りすぎじゃなくてガチなんだよね。あ、ごちゃっぺさん、茨城の男、ごちゃっぺさん。え、ごちゃっぺさんってこれ違うよ。なんだ、コメントじゃないん、ごちゃっぺさんって。小手半ごちゃっぺさんに見えたんですけど。大ちゃん、チュッチュありがとうございます。怖くなったら面白くない。メラ顔、小学生の時に海外学習。ああ、これトネモゼキですか。ジミちゃんとコラボしないよ。あーとか、どっちしたら心臓止まりますね。自信ありますよ。あー、雨吹いて倒れる自信ありますけど。もうやな、浮気相手多い浮気相手多いよね。中身だと、中身だと行きたいね。中身だと行きたい。中身だと行く、いつか行く。ごちゃっぺさん、存じ上げてますよ。もうコメントもいただけてます。嬉しい。私もね、コメントしてますよ、ごちゃっぺさん。頭のセクシーな方でさ、ダンディーだよね。男を感じる。茨城の男、ごちゃっぺ。危ない。車来る？泡吹け。泡吹け。明日も配信ありません。明日はね、女子会なんだよね。申し訳ありません。ズベコ系カマムシ、俺のミルクちゃんに買ってみた。あ、美味しいの、ラクシミさん。それコンビニでも買える。舐めてみようかな。初日の出配信、初日の出配信はねしますよ。どこからしようかな、今年は。組合の方、いえいえ、ごちゃっぺさんはね結婚されてますよ。それここミンチロードだからさ、走るか。嫁トーク、ケーキは何が、何それ。あの何、生クリーム。男子会ふんどしてスモグ、女子会、明日女子会よ。ガチ女子会。初日の出は去年はあれでしょ、どこだ、銚子か、銚子で。やだ、車来るんだけど、どうしよう。ミンチロード、ミンチロードだからさ、走らないとさ、ここあの車、これしかないからさ、これ歩くんだよ、ここ。きつくない、車が行けば。茨城だよね。去年はね、一昨年が、去年は銚子か、去年は白子海岸ですね、千葉県の。やだ、よし、来た、走れ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 、坂道づらいよ。ミンチロード、オッケー。
またお笑いもう行きたいね。あ、やだ、車来る。あ、こんな。ミンチロードはね、危ない道、ミンチになってしまう、引かれて。あの、狭い道。アジサイ好き。全力坂。車来る、避ける。ゼリーフライ有名だよね、行田はね。フライト、ゼリーフライト。ここ歩道ですね。でも危ない歩道だから気をつけないと、引かれちゃう。よし、肉まんロード、大きい車通るね。ゆっくり走りなはれや、ゆっくり走りなはれや。何それ、路肩の方が正しそう。やん、車か、車の明かりだ。ゼリーフライね、ゼリーフライ。トラック多いね。はい、えんやでね。いや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 、トラック止めてよ。電車で痴漢されたことないけど、私はないよ。ゆっくり走りなさい。 OK OK、 方言ですか。ありがとうございます。 OK 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 よ。よし、これから向かいましょう。されるわけないよね。気配は感じない。あのね、あれあれ、大関で感じた気配感じて、まさかの赤バケタンの赤出たよ。休むか。揺れてる、橋揺れてる。この道狭い。あ、1時間枠いいね、楽でいいよね。よし、隣の席に向かおう。和光徳兵衛さん、どうもご提案ありがとうございます。下、痴漢したことない。またあそこでバケタン試してみようか。そう、ファイナルデッドブリッジ思い出した。思い出してよ、ファイナルデッドブリッジ。みんな風しか聞こえないよね。いやいやいや、もう、時間経つの早いね。楽しいと、もう4時、あと15分で4時。大関でね、なんかね、ありますね。あるんですよ。楽しんでる。アクティブすごいの分からない。スマートフォンだからアクティブ分からないんですけど、楽しいと時間経つの早いよね。もう4時になるの。11時から始めたでしょ。早い。嘘、5時間経つ。風、意外と風強いよね。出遅れた。タイちゃんさん、いつもありがとうございます。こんばんは。マンボケつけてないね。あん、ポケモン起動してない。惜しいな。こちらこそありがとうございます。かなり歩いてますね。いやだ、下見て。あー怖い。見えないか。暗くて見えないね。明るくなるとうどん。鍋焼きうどん、うん、おうどん、おうどん、関西風のおうどん買いました。替え玉も用意した。明かりついてるよ。いやいやいや、早いね。時間経つの嫌な音するけど、一度この橋渡りましたので、
慣れました。おかげさまで慣れました。怖くありません。怖く感じますよね、長いとね。先見えないと特に感じます。天ぷらうどんも美味しいよね。天ぷらうどん食べたいな。ネッシー出てくる。あ、さきたま古墳も有名。あの噂ありますよ。トイレトイレ、さきたま古墳の、あ、トイレに出るらしい。まだいつか行きたいな。早くイケメンと結婚してしまう。嬉しい。イケメンくんとね、ゆうちゃんと向こうに着く。やだ、やめてよ。歩いても歩いてもたどり着かない。あとね、水城公園、水城公園って読むのかな。そのあたりもね、一本杉があるんですよね。恐怖の一本杉、もう有名ですね。森本デトショー、レドロジアンキ北海道、あ、レドロジアンキね、北海道はありませんよね。あります。青森にあるんですよね、確か。え、音すごい、音なんか怖い音する。ごめんなさい。コメント1000超えてるんだが、嘘。なんで立ち見出てるのかな。申し訳ありません、風の音うるさくて。もうあと少しだから、もう少々お待ちください。はい、カピバラさん、おやすみなさい。ありがとうございました。ごゆるりとおやすみください。飛ばされないように気をつけます。原付がね、この怖いのよね、風強いと。転倒しそうになるからさ、ご安全に。バケタンね、トレオ漬けでね、バケタンしたら赤出ました。付近でトンネル、それから、塔ですか、塔のあたりでバケタンしましたら、各箇所で2回、あの黄色2回出ました。バケタンやりますか、また。まあ、配信楽しみます。まあ、頑張りません。配信は楽しみます。ありがとうございます。嬉しい。すいません、時々見えるガードレール。バイク壊す、私のバイク壊す。嘘。天ぷらおそばいいよね。いやいやいや、あ、鼻が出ちゃう。寒い。あ、カレーのうどんも美味しい、大好きよ。帰りはさ、多少明るさも違うから歩けると思うんだけど、長いの好き。好き、好きもないね。好きも嫌いもない、ありません。長いの、ちっちゃいの、お年寄りが。そうですね、昨日の晩ご飯、ジミーちゃんの配信見てハンバーグにしちゃいました。あー、ジミーちゃんのあれか、ハンバーグ作る配信、あれあれですね。ご覧になったんですか。金玉、玉聞いたくないよ。え、しびちゃんのあれ、女装配信見てみたいな。 TS あるかな。食し続けたの、しびちゃん。何、クリスマスだから、イブだから、富山市内を女装して練り歩いたの。まさか本当に。彼女に大ちゃんの配信面白いから見たって言っておきました。彼女に大ちゃんの配信絶対面白いから見たって言っておきましたよ。ありがとうございます、嬉しい。な、あの、リスナーさんの紹介
あの、おなんか嬉しいです、ありがとうございます。この前もね、友達にあの私の配信紹介したら絶句されましたとかコメントありました。結構ね、紹介してもらえるのは嬉しいですね。他の方もあのなんか偉い、結構偉い友達に紹介してよみたいなコメント嬉しい。バケタンっていうねアプリです。お化けを探知する幽霊ゴーストレーダーなんですけど、またやりましょう。初見さん、クリスマスオフ、クリスマスオフ、バケタンのアプリですよ。チャーマンさん、いいライスエビエビゾーさん、エビゾーさんね、素敵な方ですよね。ヒートアクションしたい、何それ、やるやるやる。クリスマスは明日ですね。あ、フォロー参加ありがとうございます。次はこの1時間、次はこの1時間撮りましょう。あ、風なくなりました。やだ、端から、やだ、端から。みんなに、しみっちゃんさん、しみっちゃん何、本当にあれ、あの女装でハマったらしい。あ、嬉しい、かまどさん、ありがとうございます。こんなにね、気持ち悪いね、かまどさ、何もないじゃないですか、配信内容なんかない、ただただ夜な夜な徘徊してるだけでしょ。橋をさ、今日は橋をさしてるだけなのに嬉しいですよね。もう感謝です、その一言に尽きる。本拠海老蔵さん、そう、海老蔵さんはね、ニアミス、海老蔵さんとニアミスしましたよ、旧小峰トンネルで。そうそう、あだで、なすごい丁寧に DM いただいて、あのそう、すごいね、文才のある方ですね、あの方すごいね、なんかすごいあの方ですよね。たまにコメントもねさせてもらってるんですよ。あの対決ですよね、女性リスナー多い。しみっちゃん、しみちゃんはのんけさんですよね。あれは組合ではないと思う、そういう匂いしない。ヤッキーおばちゃんには切られました。そうそうそう、だからね、あのお気をつけください、ね、紹介したりすると変に紹介あとですよ、ね、あの縁を切られたり絶好されたりするので、セクシー、あ、セクシーメイドコスで外配信、そう、日曜日しかない、ね、鼻カタ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 音するでしょ、これほら、これ結構ねしっかりした作りなんだけど、風が強くて、ほらカタ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 落とすような、汗止まらない。ここから歩道はあるから安心、休む、トンネルの中で休ませて、あの汗止まらない。今日も8枚着込んでる、まさかのカン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 落とするでしょ、主張してるよね。そろそろバケタの中出たところに到着しますよ。到着を、ライト消す、ライト電池変えよう、暗いよね。戸籍が抜けられました。むしろさ、そこまで影響力があるのはすごいよね。ゆいかさんにリアトツは見てないな。面白いんだ、面白そうなのね、リアトツね。合わせを増えたから、気をつけます。降りるか。いや、これお水がたくさん。あれ大関、あの画面中は見えないか、暗くて。暑い。え、延長？なんで延長してるのこれ？よくわからない。なんか30分延長のコメント出たんだが、延長してないんですけど私。配信切りますかこれ。立ち見出てなければ。いやん。あの車速い。あ、でも黄色だ。疲れたら休んで、やだ。そういえばさ、私のさ、あれ何でしたっけ、何に決まったんでしたっけ、今更ですけど、ワコ2じゃないけど、その私の時のワクワクた時の挨拶だから、大ちゃんの相手はないマジ、ワコカマーか、飛ばしますね。ね、足屋さんね、フォローさんありがとうございます。溶け冷めてる。ここね、すごいの、これ地図で見ると分かるけど、すごいね、カーブすごいのよね、この道ね、群馬から埼玉に行く方のこの道さ、
グワングワンしてるんだよね、カーブ。公園に行けなくなりました。怖いよね、深夜の公園行けないでしょ。私みたいなのがいるから。ワコカマーにする。カマトツのワコカマー、ワコカマーしてくる。ワコカマーだよね、ワコカマー。あ、嬉しい、ワコカマー、ありがとう、ありがとうございます。うん、怖い怖い、足踏み外した。ワコカマーだよ、ワコカマー。1000コメント超えてる、すごい。自分で言うのもあれだけど、かまぼこ。足元気をつけます、ありがとうございます。足元危ないよね。よいしょ、トイレしてこようかな、トイレあるから。よいや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 、疲れた。カバンが多分これ5キロぐらいじゃない、5キロぐらい、カバン。あ、重たい、これは疲れた。池に落ちればいいのに。ああ、すいません、席枠1時間取るか、自分で言うなよな。こんな配信に名探偵かけまん。あ、でも寒いよ、風冷たい、風冷たい。5キロとか入れすぎ、めっちゃ量いろいろね、荷物あるからさ。少々お待ちくださいね、初見さんも。私カバンに何入れてるの、なんでカバンこんな。あ、そうだ、セリヌちゃん、初見さんもセリヌちゃん忘れてたよ。セリヌちゃん、トゥンネルお友達、うるさいおかまだよ。セリヌちゃんいるんだよ、体力はね、もう力、肉体労働だからさ、仕事がさ。ちょっと次枠取るから待っててね。力仕事っていうのだからさ、ちょっと待ってね。ああ、フランケンセリーヌだよ。はい、厳しいよね、世間と風と一緒で厳しいよね。フランケンセリーヌだよ。儀式でもないけど、でも儀式になるのかな。あ、クリスマスだから儀式したいよね。次枠1時間だな。あ、やばい、じゃあ次枠取ります。バイバイ、お疲れ様でした、リスナーさん。ではお疲れ様でした、それじゃあね、おつおつです。はいはい、すいません、失礼します。